まあ井上でございます。ノーミルク佐藤です。よろしくお願いします。今日もお願いします。サッカーを見るためにということで、ミルクサッカーから見る赤、今日こちらドン。先日モデル部戦分析レビュー、柏レイソル VS 清水エスパルス。いや嬉しいです。すいません、私ちょっとアウェイの地にいるんでね、目玉の親父みたいになっちゃってますけどね。そうね、はい、今ね、カメラ忘れちゃってすいません。はい、いえいえでございます、はい、お願いします。はい、あの今回はですね、まあ、ダゾーンで見たというよりも、うん、僕現地に柏清水戦を見に行ったというところがありまして、実はダゾーンになかった動きを含めて解説させていただきます。はい、はいはい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。まあ、いわゆる全体的に言うと、なんで柏が勝ったのか、そしてなぜ清水がそれこそ勝つことができなかったのかっていうところがいろいろ出てくるんですけれども、果たして一体どんなことがあったのか見ていただきましょう。お願いします。まずは1ページ目こちらからドン、はい。本日のテーマなんですけれども。レジュメ、はい、あれですか、パワポ何枚？30枚でございます。すごい、さすが。力作会でございますね、皆さん。ありがとうございます。はい、まず本日のテーマなんですけど、うん、はい、レイソルがなんで勝ったのかと言われたら、もうひたすらこれに尽きると思います。はい、サポートの動きの、動いてる人数が正直清水よりも明らかに多かった。はあ、なるほど。で、会話してる量もしかすると僕清水の方が多かったんじゃないかなと思います。はいはいはい、声を出してる量。あ、会話。なるほど。はい。はい、なんだけど、うん、レイソルはおそらく、うん、こういう状況だったら、ここに動くってことが、はい、多分システマチックに決まってるものいくつかある。なるほど。だから、ボールをそこに供給、例えばしたりしなかったりとかいろいろあると思うんですけど、ここに入り込まなかったら、入り込めなかったお前の方が悪いっていうところとかも多分出来上がってたんじゃないのかなっていうところが。そうなんですよ。22人見える環境でノーミルク佐藤先生が試合見てそう思ったってことね。そうなんですよね。はいはいはい、ってことで、レイソルが、まあ、マテウス・サビオ選手だったり、豊島幸郎選手、はい、小賀太陽選手とか、皆さんが何を意図していろいろ動いたのかってことを今日は、まあ、図解しながら解説していこうかなと、思っております。はい、じゃあ、それぞれのチームのスタメンから見ていただきましょう。はい、こちらでございます。はい、柏レイソルから。ゴールキーパーがアンダー21日本代表の佐々木選手、はい、でセンターバック3人が高橋裕二選手、そして上島選手に古賀選手、うん、でアンカーに椎葉選手が入って、右に大南選手、左に三丸選手、はい、インサイドハーフ、左が豊島幸郎選手、右がサビオ選手で、前には細谷選手と小山選手が入っておりましたと、うん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 、ただね、このフォーメーションだっていうのが、まさに皆さん、ちょっとね、難しいんですよ、実は。難しい、うんうん、後ろの6、7枚。はい、に関してはいいんですけど、前4枚に関しては、うん、皆さんすごいいろんな位置に入られていて、ああ、これ捉えづらいですかね、相手としてはね。はい、時間によっては豊島幸郎選手がセンターバックやってて、小山津選手が右ウイングやりながらみたいな、そんな時間もあるぐらいだったんで、超絶可変って先生が上に書いてるのはそういうことですかね。そうなんですよ、はいはい、この試合だけでもやってたフォーメーションが、ね、3-3-2-2、5-3-2、3-1-4-2、3-4-2-1、3-4-1-2、4-4-2とかやってるんです。なんじゃこれ。それがオリンピックみたいですね。そんな感じになってますね。はい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 、で、それを構成してたのが、それこそやっぱり前線の4枚とか、あと古賀選手とか、志賀選手のおかげだったんですけど、すごいですね。一人、もうよりありえなかったのは、豊島幸郎選手、幸郎選手ですね。はいはい、幸郎さん。彼はすごかった。センターバックとボランチとインサイドハーフとフォワードやってました。すごい。全部やんって思いながら。へぇ、一試合で旗手くんやってました。ボケツッコミ、脚本、演出。ね、あと、カメラもやってた感じです。チケットもぎりもやってたかもしれない。やってるかもしれないね。すごいな。すごかったのよ。はいはいはい、そして、対する清水がこちらでございますと。はい、4-4-2、ゴールキーパーが日本代表の権田選手。だから、アンダー21の、ね、ゴールキーパーと、フル代表のゴールキーパーって対決でもあったんですね。あ、これ面白い、そっか。でセンターバックに達田選手と鈴木義則選手、うん、で左に山原選手、右が岸本武尊選手。実は岸本選手、徳島から清水に移籍してリーグ戦のスタメンはこの試合が初めてでございました。あ、そっか、はい、はい、そして、ボランチには宮本選手、白崎選手が入り、右に中山選手、左には西澤選手、ツー、うん、トップにはチアゴサンタナ選手、鈴木優斗選手が入りましたと、はい、でこっちの清水も誰が注目かって言われたら宮本選手だったんですよね。もう今年はもう本当にね、今までいろんなところね、岐阜とかいろんなところ行きましたけど、はい、いわゆるボランチ的な動きもできる、運動量、パスはもう一人で何役こなせるのってところがあって、はい、結構サチロ VS 宮本って対決でもあったかななんてところも見て取れましたと、はい、でそれぞれのチームの噛み合わせするとこんな感じになります、うん、こんなね、はいはいはい、こんな感じ合わせのフォーメーションになるからねと、ね、はいはい、いうところでございます。うん、あと、これの小技のね、ここの、はい、山原さん、岸本さん、サイドバックの幅っていうのはどういうふうに置いてるんですか、うん、見ててそう思った、
もうそうですね、こんな感じになってたかなというところですね。打ちケアするケースが多かったんですね、そういう意味合いですね、これはね。そうなんですよね。はい、はい、うん。そしてこれ、詳しいものとか、あとね、いろんなね、あの番地さんが書いたものに関しては、こうやってね、エルゴラプラスさんの方で。はい、いろいろ載ってますので、ね、そちら皆さんね、見てみていただけたらなと思います。僕入ってますからね、エルゴラプラスさん。そうね。ね、ここ見ていただければ、はい、柏清水線以外のも見られますから、皆さん見てみていただければと思います。はい、それではまずこちらからいきましょう。はい、ドン、前半清水 vs 柏というところで、はい、柏清水それぞれどんな戦略を取っていたのかってことを皆さんに見ていただこうと思います。うん、じゃあマーサーにも見ていただこうと思います。はい、こちらでございます。先に先手を取ったのは実は清水でした。はい。はい。まあ、あの先ほどと、まあ、基本的なフォーメーション変わらないんですけど、ちょっと見ていただきたいなと思うのが、はい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 、あの清水はこう見ていただくと、いわゆる清水が例えばボールを今持ってますよって、小竜田くんとか持ってますよってなった時に見ると、はい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 、センターバックで見たら相手の柏のフォワードが2人いるので2対2に見えるんですけど、ゴ、うん、ールキーパー権田さんのところまで深い位置に行って回したりだとか、サイドバックの山原選手、岸本選手がいてしまえば、いわゆる3対2とか、なんなら4対2とか作れるので、うん、はいはいはい、清水はビルドアップの枚数が多かったんですよね。あ、まあ、そうでしょうね、うんうん、この柏のフォーメーションだったらね、そうなんですよ、うん、で対する逆にこの柏がボールを持ってますよっていう風になると、うん、はい、やっぱり柏がセンターバック3人、高橋裕二、上島小賀といると、うん、そしてね、2トップだから3対2で柏のディフェンスビルドアップ陣の方が人数多いから、うんうん、多いんで、はい、多いんですよ、はいはい、でさらにじゃあ そこに2人がこうやってね、鈴木裕人選手、千、うん、彦選手が行ってしまうと、うん、真ん中の C8 選手が完全ノーマーク、サッカーゲームでもそうでしょ、 C8 選手からってことでしょ、これは。そうなんです。だから、清水としては、このシーハス選手に誰か人つけない限り。たやすいですよね、柏としては。そうなんです。はいはいはい。だから、清水が先に動きます。あ、はいはいはい。シーハスをどう抑えようか。うん、それは何分ぐらいの出来事？もう、開始すぐ。ああ、でもそうだよね。そうなんですよ。うん、はいはいはい。で、ここでどうなったのかというと、うん、はい、こうなりました。はい。ドン。うん、もともとはサイドハーフだった西澤選手と中山選手が前に出てきて、うん、西澤選手が高橋選手、はいはい、チアゴ選手が上島選手、中山選手が古賀選手を見て、鈴木優斗選手があえて落ちることで新葉選手をカバーするという、4-2-1-3に変わったんですね。なるほどなるほど。うん、うんうんうん、でその代わり逆にちょっと清水としてはあれだったのが、うんうん、あの両ウイングバックがやや捨てたというか、まあそうだよね。うん。うん、まあそう、せざるを得なかったって、うん、それはそうでしょう。うん。いう形だったと思うんですけど。はいはいはい。まあその結果何が起こるかというと。清水がこれでやりたかったのはショートカウンターでしょ？そうなんです。要は相手が両サイドバックのビルドアップ捨てても、ショートカウンターで押し込みたかったってことで、ね。そうなんです、うん。はいはいはい。実はこの試合だから、うん、柏もショートカウンター、はい、そして清水もショートカウンターがやりたいという。おー、やりたいことは実は一緒だったという。でも柏はショートカウンターしにくい噛み合わせでしょ、これ。そうなんですよね。ただ、うんうんうん、最初のところではどうやらレイソル今回は、はい、自分たちは先ほど冒頭でお伝えしたように、フォーメーションいくつも持ってるので。なるほど。見せフォーだったってこと？そういうことです。見せフォーメーション最初の。清水はどう出てくるのかなーなんて。うわうわうわ、面白い。今日絶対面白い。そしたら、いわゆる、はいはいはい、こんな感じになって、大南選手と三つ丸選手が空きました。ってなったら、はい、レイソルからしたらどうにかして、この大南三つ丸を使った形の攻撃ができれば、はいはい、点取れますね。これひょっとしたら想定内だったってことかもしれません。柏からしたら、はい、いくつかの想定の一個だった。そう。はいはいはい。だから何が起こるのか、ここ見ていただきましょう。次のページ。ドン。はい。結局、あの、今ちょっとね、これちょっとずらしますけども、うん、あの、結局だから、ね、ウィングバック2人に対しては、清水があまり来なかったってところもあって、うん、柏レイソルのフォーメーションは、3-3-2-2から急に3-1-4-2に変わりました。うん、なんなら、大南選手と三つ丸選手は、4トップと言ってもいいぐらいに上がります。めっちゃ上がった。札幌みたいになってる。そうなんで、ね、それで、レイソルがそれで最初にやり出したことは、はい、ビルドアップからもうロングボールでよかったんです。はい、何をするかというと、はいはい、ここ上のところですね、赤丸あると思うんですが、はい、ミスマッチが起きました。なるほど。大南選手はもともとセンターバックなので、でかい。184なんですよ。なるほどね。で、山原選手は164なんで、これ、あの、ちょっとね、あの、僕ぐらいの年齢の方だったら分かると思うんですけど、宮城亮太 VS、あの、赤木ゴリっていうぐらいの対決になっちゃったんですよ、ね。なるほど、なるほど。あまりにもミスマッチ。はい、ミスマッチ。
要はこれ古賀選手か上島選手から、はい、ビルドアップ放り込めばいいって感じになっちゃうんだ。そうなんですよ。さすがにどんなジャンプ力あっても20センチは差がありすぎるので、そこがちょっとなかなかどうにもできないなっていう風になってしまったと、うん、それやっぱ聞いてたわけですよね。聞いてたんです。これも最初5分ぐらいの出来事だったんです。すごい、5分でそんな駆け引きが。そうで、はあ、だから清水もそれ分かって、はい、ポン、あの問題があまりにも多いなってことに気づきまして、うん、清水はやめました、あのそのパターン。あ、なるほど。ショートカウンターで前線の人数をセンターバックと合わせて攻めていこうっていうのをやめたんだ。ミスマッチが生まれちゃうから。そう、いわゆるもう大南三丸を上げさせすぎると俺らどうにもならんっていうので前半10分過ぎぐらいのところでやめるんですよ。ちょっとここまでちょっと質問していい、先生。はい、大丈夫です。これっていうのはさ、監督の指示なんでしょ、おそらくね。それとも現場の指示、感覚。レイソルに関して言えば、うんうん、あ、まず清水の方は監督の指示だったなって思います。こんなんてさ、すぐ監督ってサイドにいて、うん、別にマイク持ってるわけじゃないわけじゃない、どうやって伝えるんですか。ごめんなさい、素人みたいな質問。あのね、まあさ、皆さん、はい、レイソルは、はい、多分そこまでも全部元からミーティング終わってたと思います。うん、そっかそっか、うん、だから、うん、そうで多分その大宮に、清水はあ、清水に関しては最初、うん、なるほどってので、まず自分たちがアクションして、うん、レイソルのリアクションを受けて自分たちで一体やめるってことは監督の動きもあったんだけど、うん、選手の皆さんでもちょっとこれはやめた方がいいんじゃないかみたいなアクションはちょっとあったんですよね。先生見てて思った。そうですね、選手同士が喋って決めんの、それは。喋ってました。結構宮本選手とかが結構喋ってたなってのは思うので、白崎選手とか。すごいね。やっぱ言って分かることもあるなと思いました。はいはいはい。あ、なるほどね。うん。へー。そうなんですよ。面白い。あと、なんなら、それこそ平岡監督、この収録の段階ではね、どうしてもお辞めになられてしまいましたけど、そうですね。うん、あったのが、鈴木義則選手。はい。それこそボール持った時に関しては、うんうん、とりあえず飛ばせみたいな感じの声まで聞こえました。ああ、そう。サイドのこのいわゆる古賀脇とか、いわゆる高橋脇のところにボール飛ばせみたいなことを言ってたなっていうのがあるんですけど、なかなかうまくいかなかったっていうのもちょっとあったんですよね。うんうん、それはでも実は、細谷選手や小山選手がセンターバックの皆さんにプレス仕掛けたのが成功してたっていう言い方でもありました。なるほどね。なんで、いっぱい来られると邪魔だから、三丸選手、大南選手下げさせるために、清水はとりあえず今のやり方をやめたということが起きました。はい。ただどうやら、うん、まあさ、皆さん、はい、レイソルは清水がそれをやめるところまで読んでたみたいでした。ってことで、清水がやめたのが、これ11分12分だったんですが、その直後のシーン行きましょう。いわゆる清水がね、そのいわゆる西澤選手、中山選手を前に出さなくなった次のアクションみたいなパターンの ポイントだったんですけど、はいはいはい、上島選手が12分24秒、うん、ボールを持ちました。はい、これいわゆる10秒20秒後に得点が生まれるっていうシーンでございます。鹿島の1点目のシーンですね。何が起こるかというと、一旦全部下がって、なんか清水の皆さんが全体的にちょっと中央に寄った感があったんですよね、サイドの選手。それを見るや否や、はい、行きますんで、上島選手からサイドの三丸選手にボールが流れたんですよ。はい、でそこにもちろん三丸選手がギューンと行くんですが、うん、それに対して岸本選手、清水のね、右サイドバック岸本選手がついてきたんですよ。はい。で、もちろんそれでまあ1対1の局面になるのかなと思ったら、柏のサイドバック三丸選手が、もうワンタッチでそのまま前にボールを出したんですよ。で、この時に前にいるのはもう小山津選手しかいなかったので、小山津選手はこの左斜めの方にキューンと入ってきます。はい。ただ当たり前ですけど、小山選手にそのボール通っちゃったら、うん、もうあとね、斜めにそのまま入られて権田選手と1対1になっちゃうから、そうですよね、当然そうですよ、勝田選手としてはね。当然のごとく、勝田選手は当たり前の話として、小山選手の方に行きますよね。うんうん、はい、そりゃそうですね。あれ、まあさ、皆さん、はい、あれ、センターバックの間が。いや、そりゃそうですよ。はい。そうなんです。開きますよね。うんうんうん、うん。で、空いたから、当然ながら、三丸選手の目の前にいた岸本選手は、あ、やべえ、達田くんがサイドに割ってきたから、俺下がらなきゃと下がります。はい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 。で、プラス、めちゃくちゃ真ん中が空いちゃったので、うん、ボランチの宮本選手も、埋めに行きますよね、スペースをね。まあ、これは当然ですよね。はいはいはい、はい。ただ、小山津選手は、達田選手が目の前に来たことを分かった瞬間に、ワンタッチで三丸選手に戻したんですよ、ボール。すると、三丸選手の目の前にはもう岸本選手はいない。いない。そして、達田選手はまだサイドに出て。じっくりパスの準備ができるってことですか？そうなんですよ。うんうんうん、そして、
本当はね、栃正治郎選手をマークしなきゃいけなかった宮本選手は、うん、もう後ろに下がったもんだから、うん、はい、なんと栃正治郎エリアがこんなに広がるんですね。うん、いやー、そうか。はい。はい。なるほどな、それであのシーンになるのか。うん、で、三丸選手から真ん中の栃正治郎選手にボールが渡りました。うん、はい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 。で、次のシートに行くんですけど、この次何が起こったのか見ていただきましょう。はい、ドンでございます。はい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 。三つ丸選手から幸郎選手にボールが渡った次の瞬間から参りましょう。はいはい、ここから10秒後にゴールが決まります。はい、豊島選手にボールが渡った時にも清水の選手はもうこんな感じのエリアにそれぞれもう、うん、もうめちゃくちゃ下がってて、うんうんうん、サンタナ選手、ユイト選手が全員下がっちゃったんですよ。うん、ただでかかったのが、小山津選手が立田選手を随分サイドまで落ち込んできたところがあったので、うん、戻ってくるのに時間がかかったんですね、立田選手。うん、はい、で、ただ立田選手が戻ってこようとするその瞬間に、うん、清水のセンターバック鈴木選手と立田選手の間に、うん、柏のフォワード細谷選手がザーッと駆け抜けていくんです。はい、はい、見ました。大事ですよ、ここは。これどう考えても、うん、最近のその調子の良さとか考えたら、いや、そりゃそうですよ、細谷君のところに来るじゃないですか。はい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 。で、細谷君のと来ると思って立田選手はもう待ち構えるわけなんですが、うん、センターバックの仕事当然の反射神経ですよ。はい。そうなんです、うん。で、もちろん、その前で宮本選手とかも、その前で俺がどうにかブロックしなきゃいけないと思うから、もうある意味、うん、細谷選手は一つのランフェイクによって、二人のディフェンダーを無効化しましたと。うん、で、その、細谷選手が真ん中スーってこうランニングしてくれたことによって、あ、なるほど、君はおとりになってくれるんだねってことが分かった幸郎選手は、はい、逆サイドへとボールを放りました。はい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 。で、その幸郎選手がボールを、多分おそらくは右サイドにボール渡すだろうなって分かったアンカーのシーハス選手が、あえて前まで出ていって、はい、もう一人のセンターバック鈴木義則選手の脇まで走っていくんですよね。もちろんこれ全部、豊島選手からのパスが出る瞬間に細谷選手とシーハス選手も走っていってのがあるから、はい、清水のダブルセンターバックはこっちか、こっちかってのに二人ともついていって。なるほどね。はいはい、そりゃそうですよ。そうなんです。そして、やっぱりもうね、あの山原、清水の左サイドバック、山原選手としたら、うん、序盤からずいぶんもう大南選手やり合ってたので、はい、こいつかってので、ずっとこの2人はね、このサイドのところでもうお互い目を見つめ合ってる状態でしたから、うんうん、ピン止め状態。あとは、もうサビオ選手が目の前の西澤選手をもしかわすことさえできれば、ゴールが決まっちゃうって状態だったんですよね。はいはい、で、実際にそのシーンが訪れて、サビオ選手はかわして、うん、もう立田選手と吉月義則選手の間も、細谷選手、千賀選手が開けてくれたから、入ったという。そんなところがあったんですね。これはあの先生、あの現場で見てたんだもんね。はい、現場で見てて、今日このあれだよね。この表を君が作ったわけだよね。うん、そうですね。名前なんつったっけ、君は。ノーミルク佐藤と。佐藤くん。はい。東京シティエスペディオに来ないかい世界に連れてってあげよう。ありがとうございます。全員の位置が見えていたというのか青足になっちゃったすみません。ただちょっともう一個見ていただきたい2点目なんですよ。はいはいはい、あのこれ中盤の話たくさんしてもいいんですけど、結果的に似たようなことが起こっちゃうので、ちょっとこちら見ていただければなんですか。2点目ドンと、はいはい、これ2点目直前の状態なんですが、はい、あのまあ1点柏が先制した後、うん、あの清水としては対策をやっぱり施しました。はい、先ほど、一つあったのが、うん、あの、こちらですね。西澤選手が高橋選手を、中山選手が古賀選手をケアするみたいな話があったと思うんですけど、はいはい、あの、さすがに清水はそれだったらまずいってのが分かったのでやめました。うん、なんで、中盤の時間帯、得点がね、1点目から2点目の間の時間帯はこうなりましたという話で、はいはいはい、西澤選手は高橋選手を見るんじゃなくて、うん、要は、高橋選手からこう大南選手に出るかもしれないっていうパスを、いわゆるパスコースを塞ぎに行ったみたいな感じだったんですよ。うん、で、鈴木優斗選手、やっぱりシーハ選手抑えに来ないと、はい、やっぱどうしてもシーハ選手にボール出たらまずいからって、降りてたんですけど、はいはいはい、中山選手、西澤選手、両サイドハーフは、柏のセンターバックにプレスしに行くんじゃなくて、パスコースだけは封鎖しようっていう動きに変わっていました。で、レイソル、これはどうやら嫌だったみたい。来てくれた方が良かった。そうなんですよ。なるほどね。でもただこの時に一人だけ動いた男がいました。はい、それが、はい、幸郎こと豊島幸郎選手でした。幸郎さん、何をするかというと、はい、あのシーハス選手はもう鈴木優斗選手に捕まってると、うん、そうですね。
でこれみんなある意味1対1みんな捕まっちゃってる状態だったんで、噛み合ってる状態ですもんね。そうなんですよ、はい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 、なのでこの C 橋古賀という間にわざわざインサイドハーフから降りてきちゃったんですね。過剰に降りることで、そうなんですよ、不利になろうと、はい、でもそうすると鈴木優斗選手もともすればこの豊島選手に行かなきゃいけなくなってなんてことが発生するので、まあ そうなんですよ、だから、うんね、取った暁には点も取りたいしね。そうなんですよね、オフェンスの本能ですよね。そうなんですよ、はいはいはい、でもだから柏としてみれば、うん、ある意味では場所によっては3対1みたいな、古賀選手がこの中山選手剥がしちゃいすれば、うんはい、椎橋、幸朗、古賀っていうところで VS 鈴木唯斗みたいなこの3対1とかが生まれやすくなってしまってたっていうところが起こりました、はいはいはい、そんな流れから2点目が生まれます、うん、こちらでございます、はいはいはい、37分51秒というシーンでございました。そこから約20秒で点が生まれます、うん、何が起こるかというとすごいな、うん、ありがとうございます、はい、やっぱり先ほどの流れから一旦これ西澤選手やあの岸本選手はちょっとね両柏のウイングバックがだいぶ高い位置を取ろうとしてたのもあったんで、センターバック側じゃなくてウイングバック側につこうとちょっと下がったってシーンだったんですけど、はい、そんなところでボールを古賀太陽選手が持ってる瞬間でした、うん、やっぱり鈴木唯斗選手に椎橋選手が捕まってたのもあったので、はい、豊島幸朗選手がわざわざ結構前の方からスーンと落ちてきて、なんと結果的に言えば古賀選手が前に出て、うん、豊島選手がセンターバックになるなんていう瞬間すら訪れました。はい、でここで古賀選手、三つ丸選手、豊島幸朗選手の3人がある意味三角形でパス交換するっていう瞬間があるんですけど、これは混乱するな右サイド清水。そうなんですよ、はい、でただここね後ろの方を見てみるとちょっと細谷選手がなんか裏に抜けそうな機会があるから、辰田選手、鈴木義則選手はちょっと動くことができなくて、はい、小山津選手を白崎選手がマークしてる状態だったから、とりあえずここ取りさえすればいいだろうっていうので鈴木唯斗選手がこの三角形封じのところにやってきてくれたんですよね、うん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 、でこの岸本、中山、鈴木唯斗 VS 古賀、幸朗、三つ丸っていう3対3の対決になるんですが、ちょっとボールいろいろ当たっちゃったりだとかミスパスがあったりだとかっていうので、実は古賀太陽選手が前を向いて瞬間にその前にボールがこぼれてきちゃったんですよ、はいはいはい、なのでもう古賀選手からすればこの瞬間目の前にいるのはもう小山津または細谷というパスコースが生まれてしまったんですね、この瞬間と。いわゆる幸朗選手が降りてきたことと、もうそろそろ点が取りたいだろう鈴木唯斗選手のそのボールを取ったら俺がっていうその感情のところさえも飲み込んで、うんうん、柏がボールを奪ったと。なるほど、うん、で実際これ古賀選手が細谷選手にそのボールを出して細谷選手がこのセンターバックの間抜けてゴールを決める流れにはなるんですけど、実はその中で一人ちょっと隠れファインプレーしてる男がいるんですよ。なんですと、それがこの小山津選手なんですね。まっちゃん、まっちゃん。やっぱほら古賀選手持ってるし、あとさっきもあった通り辰田選手をこうねサイドにこう作り出す動きなんかしてもいいわけじゃないですか、はい、スピードもありますし、はい、小山津選手が古賀選手がボールを受け取った後、うん、小山津選手が取った行動は、うん、バッと両手を広げて、うん、この対面してた白崎選手にそのボールホルダー、うん、ボールの、ね、コースに行かないように防ぐことだったんですね。うん、白崎選手はこう中に本当は行きたかったんだけど小山津選手阻まれて行けなくて、その間に古賀選手から細谷選手にボールが通り、道を作ったってことですね。そうなんです。あ、すごい。俺は行かせないよっていう。だボールに触れてないけど、うん、アシストは古賀選手でゴールは細谷選手の記録になるけど、はいはい、小山津選手もめちゃくちゃゴールに絡んでたんだよってこと。はあ、このシーンはね、もうストライカーの本領発揮、まあ、細谷選手したら簡単な仕事だったようにも見えましたよね。けどね、それはでも小山津選手の隠れポイントもあったんだよと。これ現地で見てたんですよね、うん、見てましたね。でこの図を描いてるでしょ今。もちろん名前なんて言ったっけ。ノーミルク佐藤と申します。佐藤君って言ったっけ。あの来週から寮に入ってもらうから何のだよ。あのユニフォームは支給だし、ええ、あの洗濯物も出しておいてもらったらこっちでやるから。あ、かしこまりました。ありがとうございます。だからね。はい。ありがとうございます。はいはい、はい。あと、住所だけ教えていただければ。お母さんとちゃんと相談して。わかりました。なんでエステリオンなんだ。ありがとうございます。はい。はい、まあ、これはね、何回もですけど、これはエルゴラさんの方でもいろいろ見れますから、皆さん見ていただければ。ね、はい。はい。ただですよ、ここから。このユニかっけえな。かっこいいよね。はい、ただですよ、皆さん、やっぱり、清水も強いチームですよ。うんうん、そういうことですよ。清水ちゃんと対策してきたの、マーサ。はい。それ、駆け引き的なことを聞きたいんです、僕は。はい、そうなんです。はいはいはい、はい。清水がやってきたことがありまして、うん、これ、まず、実は選手を変えるということがありました。うんうん。
ベンジャミン・クロリ選手を2トップの一角に持ってきて、はい、ボランチ松岡選手を入れる。2列目の2人、西澤選手と中山選手を下げて、はい、コロリ選手、松岡選手を入れて、白崎選手をボランチから、2列目に、そして、鈴木優斗選手をフォワードから2列目にという形の、はい、行動を清水は取ることになりました。で、これ何の狙いがあったかというと、こちら見ていただきたいと思います。うん、こちら、ドンと。何したのかというと、はい、前線に関しては、鈴木優衣と、そして、チアゴ・サンタナ、コロリという3人で、プレスをめっちゃ仕掛けるってことをやり始めました。はい、はいはいはい。そして、中盤に関しては、松岡選手を、ビルドアップの時には、あえても下ろす、このね、サリダ・ラボルピアーナというやり方で、はい、松岡選手をあえて落として、3対2の構造を作るなんてことを始めました。で、あと、サイドバックの山原選手とか、サイドハーフの白崎選手とかには、中央をちょっとケアするようにってところもあったから、ちょっと、なんか真ん中寄りだとかになっていったりとかするんですよ。はいはいはい。で、それで、いわゆるね、前半でキーになってた選手たちをみんな、潰しに行こうっていう考えが、清水には起こりました。なるほどな。で、それで結局後半の10分間ぐらいは、これがうまくいくんですよ。うん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 、で、その10分間の最中で。この時点で 2-0 でしょ、はい、?2-0 です。うん、はい、だから清水、このもう、もしかしたら得点できるかも見たら、香りが、ついに出てきたんです。うんうん、はい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 。平岡さんちょっとだから、あ、やっぱ対策できる、さすがだなっていう。でもこうやって見ると、サッカーっていうのは人の外し合いでもあるんですね。うん、ですね。だから、なんならこれ、ボール持ってない人の動き見とかないと、はいはいはい、ボール持ってる人じゃないところが大事だな。なるほど、勉強になります。ただ、その10分間で、はい、後半の10分間で、はい、たった一人だけゲームから消えていく男がいました。はい、こちらでございます。消えないでしょう。一人だけ赤マークつきましたけど、はいはいはい。右サイドの大南選手だけ、はい、ややゲームから消えました。はい。ダメじゃない、そんなことしたら。ダメだよね。ダメだよ。でも要は。運動数でやってるのダメだよ、南君。ね、うん、僕ちなみにこのね、詳細はエルゴラとかこっち側のところに僕座ってたんですけど。はいはいはい。要は僕サイドじゃなくて、逆サイドの方。はい、いわゆるバックスタンドの方で、はいはい、結構展開されるゲームが多かったって言い方もできるんですけど。はいはいはい。ただ、どれだけ消えてたかが分かるエピソードがありまして、うん、それが3点目につながります。これ絶対ダゾーンに乗ってない。はい。実際確認しましたけど、確かになかった。カメラアングルには入ってないプレーってこと？そう。あららららら。3点目のシーン、はい、逆サイドのコーナーキックから、結局、大南選手がちなみに決めます、はい。うん。ただ、実はこれコーナーキック取ったのが、先ほど言った豊島幸郎選手が結構ミドルシュート打って、それを権田選手が弾いて、柏はコーナーキック取るんですけど、うんうん、その豊島選手がシュート打った直後から、はい、大南選手は、スタコラサッサーと、権田選手の脇に行って、はい、水分補給したんですよ。で、なんだけど、はい、清水の選手全員がこれ、いわゆる、このマテウス・サビオ選手が向かったコーナーの方向いてて、はい、誰も大南選手がこの、こっちサイド、手前サイドのところをで、水分補給に行ったのを誰も見なかったんですよ。はい。誰一人として本当に。で、その結果水分補給終わって大南選手が戻ってくるんですけど、はい、僕はダゾーンにも乗ってましたけど、はい、この最もファーの位置で大南選手と上島選手が二人でちょっと談笑するんです。はい、喋る。喋る、はい。で、上島選手は右手を差し出して、右で指を差して、うん、おそらくこの黄色のこのポイント、指差してたんです。おお、はい、はい、ここに。はい、くれと。で、サビオ、ここにくれと。はい。そうなんですよ。で、なんかね、サビオ選手じゃなくて、上島選手が、大南選手になんか喋ってるんですよ。ほう。で、大南選手は、はい、横じゃなくて、ちょっと斜めの位置で、この、こっちの黄色、白崎選手あたりの位置のところを指さしたんです。うん。で、なんだろうと思ったところで、はい、まだ二人会話してるところで、サビオ選手ボール蹴っちゃって、うん、この、三つ丸選手あたりとこの三角形みたいなところにボールが、ショートコーナーなんですよ。うんうん、そしたら、うん、そのショートコーナーのボールが、うん、まさにこの上島選手が刺した位置に、ボール来たんですよ。うん、はい。で、次、それは清水の選手のディフェンス来ますけど、次の瞬間、はい、大南選手が、このもう一つ自分が指刺した位置に、入るんですよ。はいはいはい、で、相手にちょっとボール当たったとかもいろいろあったんですけど、はいはいはい、結構上島選手は本当はこの黄色の位置狙ってて、はいはいはい、で、結果的に大南選手がそれでシュートして決まるっていう。ほぼほぼ計画通り、イメージ通り。そう、だから、もしかしたら違うところで相手の余裕、柏原リスの皆さんがこう、はい、奪ってたから、大南君をもう見れないって状態に視野が狭まっちゃってた可能性もあるんですけど、それさえも分かって、
その相手の心の余裕の隙とかも分かって狙ったゴールだったのがちょっとすごかった。ってことは水飲み行ったのも、ひょっとしたら。何かの確認だった可能性すらある。しかもあれですよね、53分で 2-0 ビハインドってことは、ショートコーナーで回されたらディフェンスそっち寄るもんね。寄る。稼ぐんじゃねえよってことで。うん。だからファーサイドから。ね、うん。いやー面白い。なるほど、ね。これは駆け引きだなと。ああ、すごい。え、すごかった。これを、君は、カードで見てたんだね。現地で。この、ちょうどノーミルクサットで書いておいたんですけど、ええ、この位置あたりで見てましたね、大体。君は名前は佐藤くんでよかった？あ、はい。佐藤くん。え、来週から A チームだね。ありがとうございます。参加してくれ。ありがとうございます。うん、リーグも佳境だからね、プリンスリーグ。わかりました。わかりました。頑張ります。頼むよ。はい、プレミアリーグ。そして、うん、最後でございます。はい、清水の得点なんですが、やっぱそれでも清水は対抗策を何個持ってたのが素晴らしかったんですよね。はいはいはい、序盤でちょっと伏線出してましたけど、はい、ほら、平岡監督が結構声出して、はい、こっちにボール蹴れみたいなこと言ってたみたいなのありましたけど、はい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 、実際その声が結実する瞬間が現れたんです。身を結ぶ。はい。そうなんです。うん、やっぱり 前半から変わってこの後半になって、その松岡選手がこの後ろに落ちてくるっていう、サリーダ・ラブルピアーナというシステムになった後、やっぱ後ろがややビルドアップの時安定するんですよね。うん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 、で、この後ろが3枚になると、ウイングバック、サイドバック組はウイングバックになってちょっとね、前に出ていくってところがあるんですが、そうだね、実はこの瞬間になると、右の岸本武選手に代わって片山栄一選手が入り、うん、もう一人、フォワードにすごい身長でかいの、オセフン選手が入ったんですよ。はい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 。それによってもうこれから残りの時間帯は我々前半よりももっともっとクロスの戦略でいきますね。そうだね、大胆なパワープレイの時間だよね。そうなんです、はい、やり始めたんですが、はい、結局松岡選手から山原選手にボールが渡り、はい、山原選手が一回鈴木義則選手に戻した後、これ結局多分片山選手の走る時間を多分これ作ってたんだと思いますが、鈴木義則選手がこの逆サイドにギューンってボール放るんです。はい、するとそこに片山選手が入り込んで、そのまま走り込んでギャンとボール決めるんですね。見事、大胆だね。うん、そうですね、うん。でもやっぱりオセフン選手がいるんで、もうレイソルの皆さんも結構後ろを寄っちゃったんですよね。そうだよね。そうだよね。やっぱそういう釣り合いなんだな。うん、釣り合い外し合いなんですね。そう。はあ、で、プラスただそれでセンターバック真ん中に。そうなんですよ。本当将棋。真ん中じゃなくて、このね、外側を絶対かからったので、片山選手走り込ませたのも大正解だったってので、清水は1点取ることができましたと。なるほど。そんな流れがあったんですと。そういうことか。なんで、まあね、ちょっと清水の得点は1で終わってしまったのはあったんですが、惜しいシーンは両チームとも他にもたくさんあったよってところがあるので、またゾーンとかでもね、見ていただければと思いますよと。面白かった。ありがとうございます。で、まあ、最後にちょっとってとこで言うと、ただ、うん、これ収録日、今、我々5月30日、はいはい、夜に撮ってるんですが、はいはい、清水エスパルスさんの方では、監督交代が発表されてしまってと。そうですね。はい。で、はい、一時的に、篠田コーチが暫定監督を務められるということで、多分この3週間の間に新監督が、でも、なんか大久保 GM がもう、なんか、新指揮官候補に声かけしてんじゃねえかっていう話だったけど、誰ちょっとそれまでは、誰なのかなっていうのはありますけど、それをまた我々知ってんでしょ、あんた知ってんでしょ、ミルワカメンバーシップ奥座敷の方で、ちょっとそれはね、僕もすでになんとなく知ってるんですけど。ぜひ来てください。ぜひ来てください。私も全然教えてくんないんですよ。俺も奥座敷入ろう。で、ただちょっと清水とレイソルで、じゃあやっぱり現地に行ってたので、何が違かったのかなってところだけ考えるとなんですが、うんうんうん、僕はやっぱり1点目のこのシーン結構強かったなと感じるところがありましたと。はいはいはい、はい。いわゆるこの試合ずっと見てたんですけど、うん、作戦を企てる力で考えたら、うん、僕は清水の方が強かったと思います。あ、本当。はい、はい。そう。なんだけど、はい、清水が作戦企てると、うん、レイソルがやり方変えるんですよ。はい、はい、はい。で、だから清水も変えるんだけど、レイソルまた変えるんですよ。近代サッカーですね。うん。なるほどね。冒頭で言いましたけど、うん、レイソル6個ぐらいフォーメーション使ってたって言いましたけど、はい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 、ちょっとだから川崎とかマリノスとかもそうだけど、基本フォーメーションの中で何個かちょっとずらしてきたりするじゃないですか。うん、そうね。やっぱそういうチームじゃないと今 J1 では多分上に行けない。想定問答を5、6個持ってるチームで練習し尽くしてるチームが強いってことですね。そうですね。なるほど。で、レイソルは結構お互い要求し合ってて、なんでお前さっきあそこ行かなかったのじゃないけど、うん、もしくは逆にお前あそこに行ってたの俺パスできなくてごめんなみたいな、そういうなんかシーンが多かったんですよ。なるほど。おそらくは、うん、だから、おそらくこういう状況だったらこの人がこういう場所に入り込まなきゃいけないっていういろんな約束事ができてて、
清水を持ってんだけど、もしかしたらレイソルの方が合計のその、なんだろうね、合計の作戦量が多かった。なるほどね。うん。はいはいはい。だから意味その、リアクションをされた時の、プラン B またはフレキシブルさが大事なんだなと、思わされた。ゲームでございました。それをやってたサビオさんやサチロさんにってことで今回表紙にさせていただいて、これは仕事論でもあるなって途中思っちゃいました。これお笑いもそうだし、ね、サッカーゲームもそうだなと思ったし、あと ね、あの今回の清水ですか、清水じゃない、あのレイソルのやり方、ホストの恋愛です。すごい、なる、なんかちょっとわかるな。そうでしょ、わかる。はい、わかんないですけど、なんとなくそんな気が。でも仕事論の一つですね、これはね。そういうこといたしました。飽きたらこう、飽きたらこうですもんね。そうなのよね。いや、すごい先生、めちゃめちゃ面白かったですけど、30年。ありがとうございます。ね、力作。ありがとうございました。忙しい。ありがとうございました。先生によるご褒美あげます。はい。はい。武蔵野にお好み焼き食いに行こう。ありがとうございます。またアオアシの話じゃねえか。アオアシコラボみたいになっちゃいましたね、これね。確かにね。どうせ大好き。ありがとうございました。はい、新しい巻が出たらしいですよ、28巻がね。はい、ね。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。キャプテン翼も超面白いから、先生ね。全部貸してあげるから、ほんとね。ぜひでーす。はい。じゃあね。またでーす。ということで、ミルアッカはいろんな話題で毎日やっております。こういう厚みのあるものからね。サブアカの厚みの全くないものまでね。朝晩、そしてサブアカは昼、そしてね、メンバーシップス、ベッシュ、スーパーサンクスもぜひお願いします。お願いします。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価ボタンもよかったら押してください。頑張っていきますので。はい。これからもミルアカ頑張っていくんで、ぜひ応援してください。お願いします。嬉しいです。はい。いろいろツイッターとかもやってるんでね。お願いします。お願いします。いやー、先生、楽しかったです、はい。ありがとうございました。本当によかった。はい。サチロが本当によかったよ。みんなよかった、レイソルの皆さん。先生もすごいよかったですよ。ありがとうございます。はい。ということで、ミルアカ、これを機に可愛がってください。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね、毎日やってるからね。はい。エルゴラさんも、ありがとうございました。じゃあね。